どうも、タビアンです。ファミスタ90チャンピオンリーグ続きやっていきたいと思います。前半最後の5試合目、 A チームと対戦だ。早見、こいつ足早いんだよね。ドーム球場、よし、めちゃめちゃ早い。ピノより早いんじゃない。そしていわき、これドカベンのいわきか。足速そうだ。3番オズマ、4割バッター。ダメか、投入された。オズマ絶好調ってもう無理でしょうよこれ。ファールでカウント稼ぐしかないね。うそー、あぶねー、タッチアップセーフ、失敗、よっしゃー、よくキャッチできたな、今。あれ、取るの難しいんだよね。前回の P チームと一緒で。さあ、消える魔球、星。星はでも、フォアボールが多いんじゃないの？ボール消えてる。消えてもストライクは取れる。さあ、追い込まれた。あー、三振、ピノ。あ、パック絶好調。フルスイングでホームラン狙おう。ダメだー。星打てる気しないな。さあ、左3番サンドラ、フォアボールもなさそうだね。フォークはでも見極めたいね。フォークは見極める。なあ、バットが回ってしまう。あ、ドカベン。ああ、これホームラン。いや、打ち取ったでしょ。よっしゃ、打ち取った。花形絶好調。なんでセンターバック、嘘、これ入るの？平凡なセンターフライでしょ今の。外野フライ打たせればもうダメってことか。犬島、よし、ボールからストライクになる。サモンね、よし、一球が惜しまれる。ける展開か。あ、龍馬絶好調か。じゃあ行くか。もしフォアボール出せよ。出さないな。ボール先行か。でももしこの回までだもんね。あ、消える魔球は当たらないんだ。うそ本当に消えるんだ。こりゃ無理だ。当たらない仕様なんだ。マジか。打つ球ねえじゃん。どういうこと？これはもう星が終わるまで無理だね。消える魔球打てないんだ。何これ。絶対無理だ。ヒットも打てない。あ、トノマ？8番、足速いでしょ。ドカベンの2番バッター、トモノマ。オッケー、伸びてきたね。うわ、アブさん。4割。代打来たよ。一発あるよ、これ。ラップもうこの回まででもいいぐらいの気持ちで。よし、追い込んだ。三振だ。振らないなぁ。うわー、それ当てるか。うわ、こす、危ない。いや、打球が全然わからない。インコースだ。この速見もわかんないな、対処の仕方。よし、これは打ち取ったでしょ。 OK、 三者凡退。右右左左左、最後左か。3人二階堂。あ、195キロ
あ、でもこういう嫌いじゃないよ。こういう速球投手。あー、158キロのフォークあるのか。8番タロスケ。ほら、こういう嫌いじゃないんだよね。190来い。タイミング合ってるよ。9回まで二階堂だったら打てる気するけどな。うわ、めちゃくちゃ速いじゃん、歩くの。守備が完璧だ。9打数ノーヒット。ピッチャー交代でいこうか。スイート。岩木にはど真ん中でしょうよ。あー、ダメか。漫画のようにはいかないんだ。いや、それずるいわ。岩木だったらど真ん中投げるでしょうよ、ドカベンだったら。それ遊びすぎだな。一球を逃さない。うわー、ホームランじゃなくて助かった。走ってくんの。アウトでしょ、これ。うん、怖いな。伸びが半端ねえ。三振だ。振らないね。それ三振しないね、このチーム。フォークどうだ。うそー、フォークも打つの。花形絶好調。これ敬遠だな。4球投げるのしんどいな。さあ、6番犬島勝負。うふふふ、いこす。おらおら、ツアードサモンね。7番バッターかよ、これ。うぞー、長打コース。くわー、8番誰？トノマ。トノマが一番マシだな。足は速いな、トノマでも。ちょんとこ、うそー、トノマがホームラン？うそだー。ボールに合わせたトノマ。強いな、このチーム。一挙5点6対0。コールドされちゃうよ。さあ、1番バッターから二階堂。転がしたのにな、ピノ。さあ、そしてパック絶好調。190来い。あー、156、190来い。どうだ。スローボールだったね、今。159キロ。190来い。うー、タイミング合ってるね。二階堂と野球するの楽しいね。タイミング合ってる。どうだ、惜しいな。もうちょっとだ。でも2回で終わりか。12打数0安打。ピッチャー交代。スローボール投げたらもうすぐ打たれる。あー、ダメだ。ショートゴロが内野安打。走ってきた。どこ投げてる。また走ってきた。ピノ以上だ。あー、これでもうホームランじゃなくてもタッチアップ。くわー、完璧な野球だね。くわー、恐ろしい。ちょけ、ドカベン。うーわー。打球音が違うもんね、もう。よし、三振チャンス。うぞー、落ちる前に打とうとしてる、これ。フォーク落ちてんのに。なに？絶対三振しないってやつか。さ
安心しないねー。エラーはダメでしょ。そこでタイムリーエラー。あ、またホームランの花形。うわなんだこりゃ、やばい、コールドになる。アウトでしょこれ。よっしゃ、なんとかこの回を終わらせてコールドは免れたい。ホームランいかないでしょ。くわー、8対0。里中出た、横投げだな。うん、里中でもまともそうだな。あ、緩急か。なんとか1点取りたい。こいつら歩くスピード、守備のスピードがめっちゃ速いもんね。過激よか、代打行くか。タブヤホームラン狙いめっちゃ振ってる。おー、初ヒットかーぐらいだよね。ヒット打ったことももう思い出せない。ナイス、タブヤ。マッピー転がして内野安打だ。それしかない。でも内野安打ってできるのか、このチームから。あー、当たらない。正統派ピッチャーだな、里中。あ、カン、うわー、平凡な外野フライがホームランになる。それがこの A チームアニメスターズかな。石鉄、あ、もう疲れてきた。ホークス、あと1点でゴールドだ。ピッチャー交代。里中続投。次の回1点取らないとラッキーセブン。あー、これは内野安打だ。走ってくるよ。ダメだな、三塁も来るなこれ。でもツーストライクだ。三振だ。うー、届かない。10点目。あー、しまった。オズマ危ない。キャラ8の出番なしか。僕ファーストでいいよ。よーし、じゃないなさあ、この回1点取れなければコールド負け。タロスケ、ゴールド負け、屈辱だね。代打ワギャン。ホームラン、ホームラン、ワギャン。三球三振。ピーノ、あと1球。ピノ、嘘でしょ、なんてことだ。これがリーグ戦か。盗塁7も決められて、こっち盗塁0。三振8で相手三振0。いやー、ノーヒットノーランされないだけ良かったのか。1安打、タブヤの1安打のみ。勝てませんねー。上位に。さあ、他のチームの試合見ていきましょうか。P チーム対 M。P 対 M。お、メジャーがプロスターズに勝ちましたー。
そして巨人西武戦日本シリーズかな、通常のねドーム球場、巨人の勝ち。順位このようになっております。アニメスターズ4勝1敗、プロスターズ3勝2敗、メジャー3勝2敗。まあこの3チームが A クラスだよね。負け越しております。借金1、なんとかね借金0までは持っていきたいですね。次回も楽しみに。さよなら。